はい、こんにちは。タカチャンネルです。今回は重大なお知らせと、お話があります。はい、ノー編集でね、お送りしたいなと思ってるんでね、最後まで見ていただきたいなと思ってます。はい、まずですね、一つ目が YouTube 活動休止します。はい、特撮系顔出し YouTuber としての活動はですね、休止いたしまして、そっから今音楽活動をしてまして、今ギターの練習とかして、ライブに向けてね、ちょっと地元でライブやったりしようかなと思ってるんですよ。はい、であとね、 YouTube で動画も上げられたりしたらいいなと思ってるんで、はい、それで YouTube 活動はね、一旦休止しまして、音楽活動に専念するということでね、はい、やっていこうかなと思ってます。はい、音楽の熱がね、ちょっと再燃しましたんでね、はい、ちょっともう頑張っていこうかなと思ってます。はい、そしてですね、もう一つ、もう二つ目がですね、今年の振り返りですね、振り返りをしましょう。はい、まず振り返るとですね、今年はですね、いろいろありました。はい、まず3月にですね、みじこさんとのコラボがありましたよね。はい、ゴジラ対談ということでね、2回言いました。はい、簡単で2回言いました。はい、というわけで、とても楽しくコラボできました。はい、楽しかったですね。はい、素晴らしかった、もう最高でした。はい、でね、あと本当みじこさんには感謝ですね、本当感謝いたします、ありがとうございます。そしてもうコラボではないけどもね、懇親会、YouTuber 懇親会に清猫さんとね、たちと清猫さんたちと YouTuber 懇親会やりましたね。はい、それも楽しかったですね。はい、うん、あの時食べたね、ハンバーグ、札幌牛亭というところでね、食べたね、ハンバーグが忘れられないです。はい、というわけで、そして最後、今年の1年をね、振り返るとですね、やっぱり、直前にね、直前の動画なんですけど、光る巨人さんと、お話しする、ちょっとお話できてね、ちょっと、お話ししたり、動画もね、撮ることができました。はい。突撃インタビューができました。光る巨人さんに突撃インタビューできました。光る巨人さんもありがとうございます。はい。そして、ツイッターでね、関わってる皆さん、ありがとうございます。はい。YouTube を見てくださってる皆さんもありがとうございます。はい、本当に感謝です。はい、これからも、これから、活動は休止しますけどね、どうか応援しててください。応援しててください。で、活動再開したらまた動画ちょくちょく上がってくると思うんで、で、まあ音楽関連の動画かもしれないし、特撮関連の動画かもしんないですけど、ね。うん。まぁ、ちょっと、そこは、新しいチャンネルができたりとかもするかもしんないですけども、やっていこうかなと思ってるんで、音楽活動やっていくんで、はい。ぜひ応援しててください。はい。というわけで、今年1年、改めまして、ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、来年もよろしくお願いします。はい、新年明けましておめでとうございますは、新年明けましておめでとうございますのね、挨拶はですね、できないんですよ、喪中なんでね、私が喪中なんで、ちょっと新年明けましておめでとうございますとは言えないんですけど、はい、来年はですね、言えないですけど、来年も、どうかよろしくお願いします。はい、というわけで、
簡単な動画になりましたが、ノー編集でね、お送りしたいと思ってます。はい。こちら、どうぞ。よろしくお願いします。というわけで、来年もよろしくお願いします。何回も同じこと言ってますけど、よろしくお願いします。というわけで、タカチャンネルでした。グッバイ!